5月18日火曜日の紫外線情報をお送りします。まずは天気から見ていきましょう。前線の影響ですっきりしない天気のところが多くなり、ところどころでにわか雨が心配です。東北の日本海側でしたり北海道では徐々に日差しが届きそうです。では紫外線情報を見ていきましょう。仙台や札幌では強い予報となっています。特に那覇では非常に強い予報となっておりまして、ご自身での紫外線対策が欠かせません。日焼け止めクリームや日傘帽子を使って対策をしてください。